7月1日のところね、質問、輪廻は本当にあるのですか、まあ、これは皆さんにとってもね、興味ある問題かもしれません。答え、輪廻は無知が続く限りあります。セルフにおいては実際には輪廻は現在、過去、未来のいずれにおいてもなく、それが真実です。ということで、上乗せとしてはあるっていうことです。セルフから出てきた現象を知覚する人間が我心権を持っている間は輪廻は真実だっていうことです。死んで実験が残ってまた生まれて、こういう肉体を得て、そして私はその肉体で生きてるんだ、でもそれはいずれ死んでいくだろうって思っている人たちにとってはそれはありますっていうことです。で、セルフと一体になっている人にとっては変化っていうのはありませんので、セルフは不変で、そこから出てきているのは虚出没で、出て消えて出て消えてって、蜃気楼みたいなものとしてはあるかもしれませんが、それは蜃気楼で実体ではありませんと。泉があるわけじゃなく、そのように物質世界を見る人には見えているだけですっていうことですね。で、そういうものを荒らしめているセルフの目、知恵の目を持っている人には輪廻転生はありませんということです。輪廻を問題にする人は主に肉体の生まれ変わりを考えているか、心身という個性、個性がジーバを考えているかだと思いますが、自分あるいは自己をどう認識するかによって問題点が変わってきます。自分イコール肉体という認識なら、その肉体は精子と卵子の合体という生まれ変わりですし、精子も卵子も飲食物の生まれ変わりということになります。自分イコール心身という認識なら、肉体の寿命が尽きてもその肉体死の後にも心のエネルギー、まあ、種みたいなものは個性、個が性を保持したまま存続し、大発色ね、が残ってということです。木が熟すればまた新たな肉体を獲得して、まあ、異熟ですね、別な風に熟してということです。個的同一性を保持した、個的同一性を保持したっていうのは、大発色にある記憶の性質、実験が肉体を獲得して、その肉体を使うからです。個的同一性を保持した輪廻転生があると考えるでしょう。で、ですから過去にどういう実験を持ってて、どういう肉体を持ってて、そこから実験が切り離されて、今生この肉体をまとって私は生きているっていう人で、過去のことを思い出せる人は過去の記憶を話し出すでしょう。子供でもね、3歳ぐらいの子でもね、私はすでに結婚していて、私の前の妻はあそこの村にいるとかって、そういう話たくさん聞きますでしょ。それは肉体レベル、それから幽体レベルでの連続性を覚えてるっていうことです。覚えてるから偉いわけじゃないんですよ。ラマナ・マハルシの答えは、セルフを別にしては肉体とか心身とかはないという心理観に基づいていますので、輪廻もないというのです。ですから、あるのは素顔だけで、お化粧なんていうのはつける人にとってだけあるんでね、しない人にはないんだっていうことです。当たり前でしょ。お化粧はする人にとってはあるんですよ、価値もあるんですよ。でもしない人にとってはね、素顔の人にとってはお化粧ってないんです。個性、個が性はまさに個性という観念に支配された人の認識の仕方にすぎませんので、お化粧はあるっていう人と、お化粧してなくて、お化粧なんてそんなものはない、お化粧があるとしても素顔につけてるだけじゃありませんか。セルフを離れて現象はない、素顔を離れてお化粧はないって言われればね、なるほどそれもそうだって、まあ化粧がある、化粧には価値があるって思う人も納得はできるんですね、頭で考えればね。で、お化粧を落とせるかっていうと、いやいや6時まで店に出るんですから落とせないんですとかって、やっぱりそれに縛られる、それが束縛ですね、現象に縛られる、それなくしては生きていけないんですってね、いう人たちももちろんたくさんいるわけですね。個性はまさに個性という観念に支配された人の認識の仕方に過ぎませんので、個性イコール自分意識
が破壊された時にしか覚知されない真理を理解することはできませんし、どのような真理の回答を言ってもらっても、聞く側の個人はそれをそのまま受容できはしないものですっていうことでね、You are the self って言われてもそのまま受容しないで私は私よっていうことなんですね。 Be as you はあなたがあるままでありなさいって言われても我がままでしか生きられないんだしね。ですから政権型の教えが問題っていうよりも聞く側の理解力ですね、受容力が問題だっていうことなんですね。まあ輪廻に関しては人知学とか神知学でも言ってますが、ですからそういうことを言う人たちはそういう力があるわけです。例えば個人の大波式を見るだけじゃなく宇宙のね記憶の一部を読み取る力があるから、この地球は4回目の生まれ変わりでとかってね、宇宙レベルでの生まれ変わりとかいう記憶を霊視によって得るわけですから、それを読み取って説明できるわけですが、それらは蜃気楼の説明なので、まあ能力といえば能力なんですよね、ある意味ではね。でもそういうものを超えたそういう現象が出てくる元の母体ね、それを覚知するのが最上なんですね、最上の知恵なんです。で、神知学とか人知学はその蜃気楼のからくりを説明してるわけですから、それいくら勉強したからってね、水飲める、知恵の水飲めるわけじゃないんですよ。ですからまあ聞かれるならそれも実験ですから、本読んで面白いと思ったらいいんだけども、目指すべきはそのシュタイナーとかなんとかじゃなくてマハルシなんですよ。で、シュタイナーは僕ちょっとしか1980年に一度取り上げただけで、その後は取り上げてはいないんです。こういう本もありますよ、宇宙の輪廻転生を勉強するのと個人のね大発式の変遷を見るのは関係があることで、ある程度用意してね、瞑想に関係あるものだけ、シュタイナーは何百冊も出てますから、瞑想に関係あるのだけヨガ書籍の本箱にも置いてありますけどもね、それは皆さんがセルフリアライゼーションの方に向かっていくために瞑想を深める上で参考になればっていうことで、まあ話と比べたら比べようもないしね、タイムとかは、ね、ここなんかご質問ありますか、輪廻転生。だから岩井さんにとっては輪廻転生あるんですよ、皆さん肉体だと思ってるからね。だから死んでもまたね木のようにね根を吹いてね、また出てくる。そこにもし岩井さんが安らぎを得られるなら、それは死を恐れるよりマシなんですよ。一段階グレードアップするわけですから。もう死ぬの怖いとかね、お父ちゃん死んでしまうとか、そうやってあたふたしてるよりもね、死んでもね、また新たな肉体を雇って生きるんだから、その心をもうちょっとマシにして肉体をもっとマシに使おうってそう思えるんなら別に構わないんですよ。それはないんだと無理やり頭で思ったって出てくるわけですから。じゃあ今日はここまでにしておきましょう。お疲れ様でした。